んにちは。食品売り場の松岡です。今日は7月の暑い夜にぴったりのデリカとスイーツをご紹介しちゃいます。暑い夏の夜にぴったりのサラダってありますか？はい、ございますよ。こちらのゴーヤと島豆腐のサラダです。ゴーヤと島豆腐のサラダ、美味しそう。何が入ってるんですか？はい、今が旬のゴーヤとオクラに枝豆、あと沖縄の島豆腐が入っております。白だし仕立てでさっぱりしててすっごく美味しそう。ニューヨークデリのゴーヤと島豆腐のサラダ、おすすめです。 RF1 で暑い夏の夜にぴったりのお素材は何ですか？こちらのホタテの貝柱のフライがおすすめでございます。すっごく美味しそう。これってどんなのですか？中がですね、肉厚ジューシーなホタテの貝柱になっております。ホタテ大好き。フレッシュなホタテ貝柱のフライ、おすすめです。うなぎのご存知亭からおすすめは何ですか？こちらの2000の静岡産のうなぎです。わー、すっごく大きいうなぎ、美味しそうですね。タレがしっかり乗っていてジューシーでふっくらしています。これで夏場でも乗り切れそう。ご存知亭のうなぎのかば焼き、おすすめです。暑い夏の夜にぴったりのスイーツって何かありますか？はい、カフェロールのおすすめはこちら、アルフォンソマンゴープリンです。すっごく美味しそう。これって何が乗ってるんですか？下がマンゴープリンで、上がマンゴーとパイナップルが乗っております。マンゴーとパイナップルが乗ってるんですね。すごく甘くて美味しそう。アンテノールからアルフォンソマンゴープリン、こちらおすすめです。こちらのダラチャ豆おかきとカレーピーナッツおかきがとてもおすすめです。パッケージがなんかすっごくおしゃれですね。はい、とてもビールにも合って、スポーツ観戦にも合う商品となっております。本当にビールみたい。つまみにもぴったりですね。中央圏せんべいからダラチャ豆大豆おかきとピーナッツカレーおかき、おすすめです。乾杯。ふはー、はい、あけぼのではですね、アイスキャンデー、なんといっても暑い夏にさっぱり召し上がれるアイスキャンデー、6種類味がございます。6種類なんですか？すごい、どれにするか迷っちゃう。ありがとうございます。食べたいな。あけぼのからアイスキャンデー、おすすめです。